液体窒素冷凍装置へ冷却剤を補給するための液体窒素のタンク。学生が液体窒素で自家製アイスクリームを作ろうとしている。液体窒素は冷却された窒素の液体である。液化窒素とも呼ばれ、液化空気の分流により工業的に大量に製造される。純粋な窒素が液層状態になったものである。 液体窒素は冷却剤として使用される液体で生体組織に付着すると容易に搭傷を引き起こし、また密閉空間で急激に気化させると酸素欠乏症に陥るので慎重な取り扱いが必要である。周囲の熱を断熱することで液体窒素は目に見えるような蒸発による損失を伴うことなく貯蔵あるいは輸送ができる。 1883年4月15日に、ポーランドの物理学者、ジグムント・ブルブレフスキとカロル・オルシェフスキらによって、ヤギエゴ大学で初めて液化された。日本では取り扱いに際し、酸素欠乏危険作業主任者資格が必要な場合がある。触れると、一瞬で凍りついたり凍症になるようなイメージがあるが、実際には1から2秒くらい触れる程度であれば、凍症になることはない。 空気中の窒素ガスを原料とし、空気を冷凍サイクルにより液化する。なお、誇り、水分、二酸化炭素は冷却中に除去し、温度差を利用し、窒素以外の成分を分離し、液体窒素を得る。液体窒素はコンパクトで、高圧装置なしで、輸送可能な窒素ガスの供給源である。その上、水の凝固点をはるかに下回る低温を維持することが、でき。 主に使い切りの冷却剤として様々な用途に利用されている。次に示す。比較的容易に低温が得られるため多くの産業で利用されている。低温工学分野、食品医療分野電子機器土木工事ガス漏れによる酸欠、低温による凍傷、低温税化、空気の液化、液体窒素の急激な膨張による爆発などが報告されている。 注射区出展液体窒素、重点装置東洋生管、皮膚科、形成外科。大分大学附属病院診療科。2007年6月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年10月4日閲覧。150センチメートル望遠鏡の液体窒素、冷却 CCD カメラ近赤外域微弱光、検出装置液体窒素で、周辺空気の酸素が液化し、 ベンゼンが爆発失敗知識データベース、液体窒素引用によるイファレ列の一例日本消化器外科学会雑誌ボリューム33ナ、no. ンバー QP1648 から1651ありがとうございます。